Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Pochi the Rock episode 8. And in the last episode, the design of their t-shirt is done, but the weather is not pretty good. So before you watch it, make sure you guys hit subscribe, a thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social medias, link in the description below. And now let's start it. Yeah. ニジカたちが作っていったんだよ。結局まあてるてる坊主でどうにかなるわけじゃないからさ。この様子じゃこんな理不尽たくさんあるんだから、どんな状況でも。ハンカチありますよ。わっち行ってよ。友達もやっぱり来られないみたいです。ドライブの時も怖がってた私を元気づけてくれたっけ。よし、私も今日のライブ盛り上げていくぞ。ポッチちゃん、今日は真面目なライブだからふざけちゃダメだよ。それ気に入ってるんですね。あ、はい。すごい雨。ポッチちゃん、来たよ。お姉さん。そうだよ。いやいや、they're friends。お知り合いなんですか。私の大学の時の後輩。ねえねえ。ええか、お前びちょびちょじゃねえか。お、濡れた。あ、ひとりちゃん。前の路上ライブの時の。来てくれたんですか。もちろん。だって私たちひとりちゃんのファンだし。そう、期待してますね。わあ。ファン。ひとりちゃんだよね。違いかも。私のおめでとうおめでとうおめでとう。私のファン見とくの足りね。結成したばっかでまだ知られてないからね。落ち込まないで。そうですよね。気にしない気にしない。はい。初めまして、傑作バンドです。誠にありがとうございます。The opening? ついてるな。リハでできてたのに、りょうさんも。At least put your ball over. Oh, believe me.もう落ちあ。ギターと孤独と青い星でした。やっぱ全然パッとしないわ。早く来るんじゃなかったね。北ちゃん、次の曲紹介しないと。はい。次も私たちのオリジナル曲で、つい先日できたばかり。Yeah, people there at least trying to appreciate. このままじゃ嫌だ。Put your phone and enjoy the concert.ちょっといいじゃん。ね。めっちゃかっこよかった。ね。
見事なドヤ顔うん、あのバンドでした。じゃあ次ラストの曲です。あー上がりそれに。ライブよく頑張った。今日は私のおごりだから飲め。お姉ちゃんありがとう私たち飲めないけど先輩好きお前は自腹だよ。くっつくなっていうかこの方誰ですか。誰よりもベースを愛する天才ベーシスト平井くくりです。私よくライブ行ってました。本当君見る目あるね。観客に酒吹きかけたり泥酔しながらのライブ最高ですごめん歌詞飛んだ。まあでもライブってそういうもんじゃん。怒んなようっせーな顔面踏んでもらったのも良い思い出です。新宿ありがとう。カスタム最高マジ私ってロックのことまだ全然理解してないみたいです多分理解しなくても大丈夫かもライブ最後は大盛り上がりでよかったね。ぼっちちゃんも今日はすごい頑張ったってマジで燃え尽きてる。ぼっちちゃん灰にならないで。僕はもう疲れたよ。おめでとうおめでとう。それ違うやつ。ほら料理好きなの頼んで。はい。あ、来た。いいぞピタちゃんパワーでお姉ちゃんのひねくれ体質を浄化しちゃえ。ちょっと優しいじゃないですか。やめろやめろあのじゃあ私アボカドとクリームチーズのピンチョス。オランダ。北さんまた意味不明なおしゃれそうなことを言っている。北さんってスタパとか普通に入れちゃうんだろうな難しい注文とかもさらっとしちゃってペペロプリプリパピプペポペロペポチーナのショートで。来たー。ぼっちちゃんは何頼む。チョイスは。ぼっちちゃんじゃあ、マチュピチュ遺跡のミシシッピ川グランドキャニオンサンディエゴ盛り合わせで。うんうん、マチュピチュマチュピチュってあんどこだ。あ、間違えました。フライドポテトです。どんな読み間違いだよ私は首都。君いくつ。大人になってお酒飲めるようになったらもっと楽しいのかな。最近嫁の服の趣味が突然変わってさ。何嫁のスマホ見てんの。ちげえよ。まあ絶対浮気だなそれ。だよな。でもされて当然なのかもな。毎日毎日仕事仕事で。当然ってことはないだろう。俺何のために働いてんだろう。大丈夫かよおい。たまに駅のホーム見てると飛び込みそうになってる自分がいるんだよな。まあ飲め飲め。すんません中ください。はいよ中一丁。高校在学中にデビューできなかったら私も一旦は就職しなきゃいけないんだよね。大学行けるほど頭良くないし私の場合何のために行くのかもわからないし。今月のところてんの営業売り上げは後藤さんが最下位でした。何やってるんで。手に取るようにわかる負の人生ゲーム。ゲームオフライフ。あ、紙やすりちょうだい。毎回この作業大変ですよね。やばミスったかも。大丈夫ですよ。ここをこうして。ほら手慣れてんな。よいしょ。おもながすぎない。え、大体こんな感じですよ。ありがとうございます、うん、やっぱりもう少し修正していいですか。そういえば行くよ。うわっ、え、行くよって誰だっけ。誰でしょうね。そんなシワシワネーム誰のことかな。お前の名前だろ。ああ、北ちゃんか。その顔伝染するんですか。ああ、私の歌なんて書く素敵ネームの人には分かりませんよ。荒れてるね。だってダジャレみたいでしょ。来た行くよって。アホか。私のフルネームは北北です。なんか弱ってるの新鮮で面白い。お前性格悪いな。ま、気楽に楽しく活動しなよ。漠然と成功することばかり考えてると辛くなっちゃいますもんね。そうそう。夏休みも終わりか。何も聞こえない。何も知らない。夏休みは終わらない。私は学生なんかじゃない。き、水、ぼっちちゃん現実を見て。すみません。今日の演奏を見て気づいたんだけど、ぼっちちゃんがギターヒーロー。
なんでしょ？あのキレのあるストロークを聞いたら分かったよ。今更だけど、そういえばギターも一緒だし。そうです。でもわざと隠してたんじゃなくて、今の私なんてまだ全然ヒーローなんかじゃないし、私としてショックですか？ううん、むしろボチちゃんでよかったと思った。え、あのさ、父親はいつも家にいないし、お姉ちゃんだけが家族だったんだ。寂しがる私をライブハウスに連れてってくれるようになったの。お姉ちゃんはバンドを辞めてライブハウスを始めて、スターリーはね、お姉ちゃんが私のために作ってくれた場所なんだよ。お姉ちゃんは絶対そんなこと言わないけどね。だから私の本当の夢はね、お姉ちゃんの分まで人気のあるバンドになること、スターリーをもっと有名にすること。とんでもなくやばい状況をいつも壊してくれたのがボッチちゃんだったよね。今日のボッチちゃん、私には本当にヒーローに見えたよ。ギタリストとしてみんなの大切な結束バンドを最高のバンドにしたいです。それで全員で人気バンドになって売れて学校中退したい。なんか重いな。でも託された。あー、ぼっちちゃんの演奏が動画の時みたいに毎回発揮できたらいいんだけどな。頑張ります。でも私確信したんだ、ぼっちちゃんがいたら夢を叶えられるって。だからこれからもたくさん見せてね、ぼっちちゃんのロック。ぼっちだロックを。Okay, this is the first concert for Kesoku band, and it was not going well, but Bochi did her best for the band, and the people who bought the ticket from the street performance came to the concert and enjoyed it too. Bochi already got fans there. Okay, so thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe, thumbs up, comment down below. Have a great day. See you next time.